こんにちは、東京ツーリストチャンネルです。今日もご視聴いただきありがとうございます。これから今ですね、私がいるのは晴海です。この晴海を目の前に今見える道路、橋ですね、こちらが築地大橋になります。この築地大橋をこれから渡り、汐留方面、さらには田町方面へとこれから向かっていきたいと思います。それでは今日も最後までお付き合いください。はい、これから築地大橋に入りますが、車道は走れないのでこのようにスロープをこれから上がっていきます。坂道が大変なので今ギアを入れ替えました。さあ、ここからが築地大橋です。目の前に広がるビル群、はい、ちょうど正面左手がこちらは汐留ですね。そしてさらに左手になると東京タワーから竹芝方面を覗くことができます。この橋はですね、右手に右側になりますが、旧築地市場、こちらが ありまして、現在解体作業が進行中です。至る所ですね、ちょうど正面には重機や建設機器がたくさん、はい、所狭しと並んでいて一生懸命働いています。まあ、ほぼほぼなくなってきました。建物がないですね。もうさあ、これから一気に築地へと、はい、新橋地区汐留地区へと向かっていきます。左手に見えるのは浜離宮庭園です。関東地方もおとといようやく梅雨明けをいたしまして、今セミの声が響き渡っていますね。やはり夏はこうでなくてはならないと思います。
まあこの道路もですね、ようやく終着地点が見えてきました。正面に見える高速道路、こちらはあの羽田の1号線ですね。首都高はい、それではさらに進んでいきます。ここで右に曲がってみようと思います。になります。今首都高の1号線羽田線を抜けまして、ここからが汐留地区です。新幹線が走ってます。では左に曲がります。ここもやはりたくさんの高層ビジネス棟、そしてマンション棟がたくさんたくさん建っています。新しい街ですね。そして私の目の前ですね、真上に走るこの線路、これはあのゆりかもめの、はい、線路ですね。はい、それではスタートしましょう。
地底人ですね。これをまっすぐ行くと横浜行きます。いわゆる箱根駅伝で走るコースですね。